んでしょ。匂いまで。だからわざわざ一緒に行きますよ。優しい。素敵すぎる。はい、続いて2つ目。やった。身長が182センチで体重が78キロ、うん、なんと理想的な体型なのかね。これ鍛えてらっしゃるんですか。クローズのダイエットねし始めて。クローズっていう響きがなんかちょっと違和感がありますけど、痩せたっていうより引き締まったんですね。引き締まった。そうそう。でこれ見てちょっとこの腕、でも胸僕もね胸の筋肉がすごい分厚いですね、胸板。触っていいよ。触っていいですか。触って。なんか触られたいっていう顔してるんですけど大丈夫です。僕もいいですか。はい、いい？なんかとってもいい。キュッてなった弾力がある。その硬いとかじゃなくてちょうどいい感じですよ。ちょうどいい。ちなみに彼女はイタリアにいるんですか、日本にいるんですか。お、ノー。彼女いません。じゃあはい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 、はい、どうぞ。日本の女性は好きですか。大好きですよ。あ、ちょっとタイプ、タイプじゃない、背の高い女性でもいいですか。限定的バランスをね、はいはい、バディのバランスが良い女性がいいね。そうね、ベリッシモさんはかっこいいだけじゃなくて面白いっていうことがよく分かりました。分かりました。やっぱりイタリアの男性はそういうふうにこう場を盛り上げるのが上手なんですかね。 それで、まあ、日本の皆さんもこう、うん、素敵って話も面白いわってなるわけですよ。生徒さんほとんど女性じゃないですか。生徒は女性のみ。それは私のルール。ルール。男性に教えないんですか。男性に基本的に教えないんですね。うん、なんかだんだん痛い。